はい、今ですねイタリアのナポリにいます。本日2014年の、ね、8月の24日日曜日です。本日、ローマから高速列車に使ってね、こちら来たところなんですけど、先ほど到着して中央駅から宿が2キロぐらいあるんで、そこまで歩いてみるんです。まあ歩いてみるとね、結構どんな街かっていうのはよくわかるんでね、やっぱいろいろと歩いて散策してみるといいと思います。まああまりにも治安が悪いところだとね、あんまりお勧めしないですけどね。まあ見た限りは治安は悪くはないと思います。ゴミが多いですね、ゴミが結構落ちてるんですよ。あと今日日曜日なんでね、シャッター閉まってます。落書きを見てください、これものすげえな。あんまり人も歩いてないですね、日曜日だからかね。宿着いてお腹減ったんでね、まあ夕食をどっかで食べますけどね、いいとこあればいいですけど。こっちがね、駅の方、今駅から1キロちょっと歩いてきてるんですけど、1.2、3キロかな。でこれが確かローマの大学かな、これでローマの大学だ。